して泣いてるの？私たちはロミオとジュリエットみたいに離れ離れになっちゃうの？そんなことないよ。君は鍵よ。僕は女王。いつか僕たちが大きくなってまた会えたら、君の鍵で僕の女王を開けるんだ。そしたら、そしたら結婚しよう。うん。ザクサインラブ、愛を永遠に。おっちゃん、おっちゃん、顔つけよ。心臓に悪いだろ。遅刻しちゃいますよ。はい、起きた起きた。あー、もう少しで思い出せそうだったのに。さあ、ほらほら、起きた起きた。俺はヤクザなんか嫌いなの。真っ当に生きていたいの。またまた。じゃあ誰がこの修営組作ってんですか。なんだお前ら、朝から世話しねえな。おはようございます、組長。ラグ、今夜は大事な話がある。さっさと帰ってこい。いいな。やだ、もう何なの、逃げよう。怖いよね。見ない方がいいよ。行こうぜ。どうされるんだよ。行こう行こう。やばくない？不思議。バカ、ついてくんな。シュン。お前らのせいでな、俺の青春が台無しなんだよ。しかし坊ちゃん、最近新参者のゲームたちが島荒らしてます。坊ちゃん、もしものことがあったら。キャング、どこだこら。待てよ。増える予算、割れるマイク、ライト見てる瞬間に五感の感に突き刺さる五感と言うてる間に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 遅かった。
くの子が小野寺だったらな。今日は転校生を紹介します。すごいね。喜んで。季節外れの転校生。はい、桐崎さん入って。ついに俺にも恋の感がするぜ。二代目俺でやろう。その二代目ってのやめろ。シュ、初めまして、桐崎千棘と申します。金髪だよ。ニューヨークから転校してまいりました。目青。そして父はアメリカ人、母は日本人。あ、さっきの暴力女。まださっきの。なんだ、知り合いか。いえ、さっきちょっとぶつかっちゃって。ちょっと、こっちは飛び火陰にもろに食らってんだぞ。ほら、ちゃんと謝ってたな。どこがちゃんとだ。こっちは気絶しかけたっつ。大げさよ。あなたの血圧が低いだけじゃない。白いし細いし、もやしみたい。もやしだったらお前はゴリラ女だ。ゴリラ。誰が、誰がゴリラよ。ただいま。いつ。待っていたぞ、楽。おめえ、B5 ってギャングを知ってるか？ギャング？ああ、島を荒らしてるっていう？2週間前にニューヨークから進出してきた巨大組織でな、うちとは対立関係なんだが、ちっと厄介なことになった。じゃあ全面戦争は避けられん。戦争？血で血を洗う戦争よ。関東全土が血の海に沈む。ジュニア！おめえも血の海で横泳ぎしたかねえだろ。当たりめえだ。横泳ぎなんてしたことねえし、どうしたらいいんだよ。一つだけ手がある。なんだよそれ。これはおめえじゃなきゃできねえことだ。やるよそれ。うう、やるって言ったな。俺と向こうのボスと古い仲でな、俺も奴もなんとか抗争は避けたいが、若い衆が起こしたいざこざの手前、そうやすやすと引き下がることはできねえ。そこで一つ策を練った。向こうにもおめえと同い年の娘がいるんだが、おめえその子と恋人同士になってくれ。はい。
はいって言ったな。いや、言ってねえし。二代目同士が恋仲とあっちゃ、和景氏も互いに手は出せん。なあに、心配いらねえよ。振りだけで構わねえからよ。いや、だから俺の話。それじゃあ紹介するぞ。B5 のボス、アーデルトとその娘。切り裂き、つとげちゃんだ。よぉ！いいか、今日からお前らは見せ恋だ。見せ恋？見せ物の恋と略して見せ恋だ。It's cool。 知り合いなら話は早いね。無理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 、こいつだけは絶対無理。血の海を横泳ぎした方がマシよ。発想が俺と同じだね。それに美人だ。ラコ君もなかなか濃厚青年じゃないか。いやそれほどでも。お世辞だ。B5 の一人娘を誘拐すると大した度胸だな、秀英組さんよ。何わけのわかんねえこと言ってやんね。人んちの庭で随分舐めた真似してくれるじゃねえか。お嬢、もう心配はありません。負傷クロードめがお迎えに上がりました。銃を下げなさい。ボス、お前らよーく聞け。うちのラクとチトゲちゃんはラブの恋人同士なんだ。そうなのよね。そうだね、ハニー。わかったな、お前ら。二人が恋人同士の間は交渉は禁止だ。いや、坊ちゃんに今日の朝早くから。え、なに？カモン、ジャンバー！ねえ、ダーリン、今日暇？デート行かない？は？なんでせっかくの休みお前なんか。恋人同士な、休日はデートしますよねってクロード。俺も
ちょうどデートに誘おうとしてたんだよ、ハニー。適当に時間潰して帰るぞ。分かってるわよ。だからちゃんとエスコートしてよね。そんなこと急に言われても。あ、俺の妄想がこんな時に役に立つとは。一条くん、あーん、あー負けないからね。今週のヒットチャートナンバーワン、映画冬の彼方の主題歌、罪なき愛に傷ついて。何これ、まずい。てか少ない。これ全然オーガニックじゃないじゃん。お前さ、少しは女子らしくすれば。ああ、あんたこそ店のチョイスいまいちなんじゃない。いや、この店はな、俺が必死にリサーチして妖艶だと言った。やはり偽物か。気持ちを学べ。あんたこそこういうの見て強い男を見てないなさいよ。分かんないかな。ただでさえさ、俺たち二人は血なめでさえ日常過ごしてるんだよ。だから今日ぐらいは猫を見て癒されようにゃ。なんでアクションの素晴らしさが分かんないの。だから弱々しい。弱々しいってな。今日ぐらい癒されたいか。今日はニャク、今日はデストロイヤー、ニャク、デストロイヤー、ニャク、デストロイヤー、ニャク、デストロイヤお嬢を退屈させるな。お嬢、お嬢、お嬢。サロンへの私はぬよちょうにさまちは化粧のそばにたしへめいんだうろほぼしぽちまきょうちゃまねさそう사랑해요당신만을
嵐。うっ、ホーリー、ほんと最悪、せっかくの休日が台無しだ。何言ってんだ、俺だってせっかくの休日ぐらいは家でゆっくりしてたいわ。出た出た、この引きこもり野郎。引きこもってねえよ、このゴリラ女。なに、このもやし男。うん、うん、よー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 、姉ちゃん、イエー、俺たちイケてるトリプルスリー、イエー、彼氏と喧嘩、俺たちはナンパだったら俺らと遊びませんか。おい、嫌がってんだろ。俺たちはこのことを話し中、鼻からお前なんてアウトオブカンシュなんだよ姉ちゃん、冷てえじゃん、かまととブローと息がる尻がる、お高く止まんじゃねえ、パッキンゴー。あんたたちいい加減に。なんだめ、おい、行くぞ。よー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 、行くな。おい、めね、ちょっと何すんのよ、痛いんだけど。どうして、余計なことしないでよ。私だってあんなやつは秒でぶっ潰せるわ。ダセえことすんな。え、殴る価値もないやつを殴ればお前も同じ土俵の人間だって認めるのと一緒なんだよ。説教なんて最悪。帰る。そうだろ、帰ろう。うん、うん、学校じゃ恋人って設定は絶対秘密な。当たり前でしょ、あんたと恋人なんて生き地獄よ。おめでとう、デートの目撃情報が多数寄せられております。違うんだこれは。ちょっとダーリン。ラブラブなわけねえだろ。ちょっと、超ラブラブだっつーの。お似合いだね。おめでとう。ありがとう。という試練を。泣きたいのはこっち。もうどうしてくれんのよ。あのさ、誰か一人くらいには本当のこと言わね。え、バレそうな時にフォローしてもらえるっていうか、お前も信頼できる友達に話しとけばいろいろと安心だろ。
そうしたきゃ勝手にすれば。なんだあいつ。すげえな、金持ちは違うね。一人フルコース。コック？え、何あれ。誰が作ったの。どうぞお召し上がりください。ナイスレシーブ。ちょっといいかな。お嬢は我々 B5 の宝だ。お前にそれを背負う覚悟があるんだ。ただの部活の勧誘です。もうしません。住む世界が違うよね。桐崎さんは特別なうちの子だから。怖ー。やめて、殺されるよ。どこにいてたら増やない。逃げた方がいいかな。手伝ってやろうか。友達欲しいんだろう。笑いたきゃ笑いなさいよ。ん、友達ノート。え、俺もそういうの作ってたんだよ。1年の時のだからクラス全員分とはいかないけど。俺もお前も普通が特別で、特別が普通で、うまく言えねえけど気持ち少しだけわかる。なら手伝わせてあげてもいいけど。ほんと可愛くないやつだな。うん。じゃあまずは小野寺と宮本。うん。あいつらはいいやつだから仲良くなれると思う。本当に？うん。小野寺さん、小野寺さん、小野寺、あ、あった。早く。何やってんだよ。これ、え、うわ、住所まで調べてある。マジでやばくね。何それ。桐崎さんの机倒しちゃったらこんなん出てきてさ。やめなよ。名前も趣味も書いてんじゃん。個人情報握られちゃってんじゃん。俺たち殺されるんじゃね。なんかいつもメガネしてるやつがロスで。あいつが全部調べたってこと。クラス全員の分書いてあるよ。
マジ？あ、ちょ、お前のこと書いてあるよ。え、嘘。似顔絵ほんとだ。え、うちのも書いてあったりするの。え、中学の頃の言葉で。いや、やば。ねえ、何が怖いの。殺されるわけないじゃん。ねえ、言ってるし。友達になろうとしてくれてるんだよね。ほら、誕生日とか好きなものも調べてくれてるから。うちは和菓子屋だけど、私洋菓子の方が好きなんだ。うん、小崎スイーツ好きだよね。私ね、ショートケーキが好きなの。私のもある？はい。そうそう、私読書が好き。中でも英文学。はい。俺？誤解してごめん。私にも書かせて。ごめんね。あの、友達になってくれる？ついでだし。5個しか食べれない。え、35？ 食べすぎ。え、そんなことないよ。はーい、転校生を紹介するぞ。季節外れの転校生、今度こそ俺にも来いのかな。立花さん入って。立花まりかと申します。どうぞよろしくお願いします。誰？警視庁の本田です。ボディーガードです。私の父は警視総監ですの。マジすげえな。やっとやっと見つけましたわ。俺、恋する予感がぴったりビンゴ。やっと見つけた運命の相手。エビバに見てくれ。俺の男気受け止めちゃうぜ。俺のハグで、ハグで、ハグで。ラク様。あ、私と結婚してください。父の力を頼らず、下の名前だけを手がかりに日本全国つつうらうらを探してまいりましたの。どちら様？まさかお忘れですの？11年と172日前、病弱で塞ぎ込んでいた私に、楽様が優しく絵本を読んでくださったあの日のことを。
つか僕たちが大きくなってまた会えたら結婚しよう。まさか。一条？名字で呼ぶなんてよそよそしいですわ。お二人は本当に恋人同士ですの？サンバ！もしかして私に焼きもちを焼かせようと？はい。こんなヤバそうな子本気で愛するわけありませんもの。はい。本気で愛してる。一番吸い取っちゃいけ。ちゃけ？うちがラク様のこと一番吸い取っちゃけ！誰にも渡さん！これじゃない？やばいよ。ちょ、おいシュー！今度は制服かよ。やば。屋上に来い。マジかよ。失礼。マイク氏、18歳、彼女募集中です。どういうつもりだ。お嬢というものがありながら。だから俺だって驚いてるんだって。今までずっと見てきたが、私には貴様とお嬢が本物の恋人だとは思えん。本当に付き合ってるって。お嬢を愛するということがどういうことか分かっているのか。お嬢は我々 B5 の宝だ。お前にはそれを背負う覚悟があるんだな！それ関係ねえだろ。B5 とか修営組とか関係ねえ！俺はただの霧崎千棘が好きなんだよ！お前がそこまで言うのなら、私を倒してその愛情を証明してみせろ。逃げるな。逃げるわ。マジか。お嬢を守れるのか。ここだろ。おい、ここが嘘だぞ。お前の愛は偽物なのか。もう逃げるな。逃げるわ。立ち向かう勇気のないお前を、私はお嬢の恋人とは認めない。何時か者め。お嬢。
ほっとくのも変ですよ。一応彼女で撮ってるんだし。マジで桐崎と付き合うやつって大変だよな。ちとげでいいよ。え？呼び方、名字で呼び合うの怪しまれたでしょ。じゃあちとげ、ラク、ありがとう。え、何が？ほら、クロードに。俺はただの桐崎ちとげが好きなんだよ。嘘でもあんな風に言ってもらったの初めてだったから。それは本当のこと言ったら戦争になっちまうし。確かに、うん、それずっと握りしめてたけど、そんなに大事なの？子供の頃、旅行先である女の子と会ってさ、結婚の約束をして鍵のペンダントと分け合ったんだ。顔も名前も覚えてねえけど、持ってればまた会えるんじゃねえかって思って。顔も名前も忘れるなんてバカじゃないの？仕方ねえだろ、6歳の時のことなんだし。でもそういうロマンチックなの嫌いじゃないよ。あ、ねえ、今度の日曜ね、小崎ちゃんと期末テストの勉強会するの。え、小野寺と？うん、まあ友達ノートのお礼にダクも勉強会に呼んであげてもいいけど。え、俺も？何？嫌なの？いや嫌じゃないけど。けど何？何でもねえよ。でも友達ができてよかったな。まあとはこのもやしっこと和解られれば完璧なのにね。同感ですな、ゴリラ姫。あらあら、そんなゴリラ姫を好きになっちゃってくせに。誰を？絶対に奪い返してみせますよ。僕の心を君に送る。
ねえねえ、みんなちょっと休憩しよう。おい、まだ1時間もやってないぞ。あ、ねえ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 、小崎ちゃんってさ、好きな人いないの？はい、友達の前だからって浮かれすぎだぞ。だってずっとしたかったんだもん、友達と恋バナ。私はラク様のことが大好き。あんたのことは聞いてない。私は今はそういう人いないかな。あ、そっか。あ、じゃあできたら教えてね。絶対応援するから。うん、ありがとう。うん、ねえ、小崎ちゃんってどんな人と付き合うのかな。絶対教えて。なんか暑いですわ。ラク、うん、様、ちょっとこれ教えてくださる？うわ、真っ白。立花、お前なんでゲストの私が扇風機取りに行かなきゃいけないのよ。どうせ俺らを二人きりにでもしたいんだろ。せっかく恋バナ楽しんでたのに。あの恋バナのせいで俺の心臓が止まりそうになったんだよ。この中に扇風機入ってんの？うん、ボロっちいしカビ臭いし。嫌すぎだ。行けお前ら。あしらができるのはここまでです。おちゃん、スタンドアップ。スタンド。おい、てめえら。ダメだ、完全に鍵かかってる。はあ、悪いな、うちの門が余計なこと。ちとげ、そのままでお願い。え、何やってんだよお前、冗談言うな。私だって好きでやってるんじゃないんだから。怖くない、怖くない、怖くない。まさかお前、ちとげのくせに暗いとこダメなの？提供でお送りしました。忘れちゃったのかな、一条くん。夏休みに入る前に文化祭の出し物を決めておきたいと思うんだけど。あ、何かやりたいことがある人。なんかあるか。まだ気がないんじゃないか。なななななな、 C 組そういうとこだぞ本当に。C 組だって
急じゃない、何でもいい、案をくれ、もう時間がないんだ。週も考えてよ。週なんかない。あー、ごめん、ないな。お前もねえのかい。違う、俺は求めてるんだ。お前たちも行けよ。はい。ちょ、待って待って、小野寺。ロミオとジュリエットのお芝居とかどうかな。シェイクスピア、ロミオとジュリエット難しくね。いいじゃん、覚えてないのに。そうじゃない、いいよ。で、どんな話でしたっけ。物語はロミオとジュリエットがお互いに一目で恋に落ちるところから始まります。おう、ロミオ、ロミオ、私は愛するとお誓いください。でも二人が生まれたモンタギュー家とキャピレット家は犬猿の中、激しい抗争を繰り返していました。それでも愛し合う二人は駆け落ちを計画します。ところが小さなすれ違いからジュリエットが死んだと思い込んだロミオは毒を飲んで命を絶ってしまいます。そしてロミオの死を知ったジュリエットも自ら短剣を胸に刺し後を追ったのでした。なんて悲しいお話なんだ。あらら俺は猛烈にロミオとジュエットがやりたい。エビバリどうよ。いいじゃない。あ、でもシュウ、誰がやるよ。誰がやるって、やりたい人なんでそういう時にあげねえんだ。はい、ロミオ役はラク様がふさわしいと思います。そしてジュリエット役は小学生演劇コンテスト銀賞受賞。ロミオがラクならジュリエットはちとげちゃんだよな。話を最後まで聞きんしゃい。本物のタップにはよくね。おい、ちょっと待てよ。お前も嫌だろ。私は別に構わないけど。マジ？なんで可愛いの弾けるのに。ことはロミオとジュリエットは最強カップルに決まりそれじゃあ早速人科学校で練習しよう。エビバリシン、おさおぼえいこうよ、チームエクリル。空は澄み青空、機嫌がいい。え、だってクロードの監視抜きって初めてじゃない。確かにそうだ。皆様の臨海学校を快適なものにすべく、不肖クロード、この旅館を買収いたしました。Welcome everyone。 お二人がお付き合いしているのは分かりました。よってこれからは、ラク様が千棘お嬢様にふさわしい殿方だと見極めさせていただきます。
ロミオ、私の分の毒液は残してくれなかったのね。愛を永遠に。下手くそ。君ら本当にカップル？もっとセリフにソウルとパッション込めて。何ソウルとパッション？難しいぞ、シュエ。もう一回ゆっくり考えてやろうか。カットばかりでいつまでたっても私の出番が来ないじゃないですか。今大事な場面なんだ。バーサー役は下がってろよ。なんちよったかきさん、せからしかった。誰に向かっていいよとか分かってっちゃろうね。しまいにはボテクレコかすけんね。やめてボテクらないで。小学生演劇コンテスト銀賞受賞のこの私が。ナイス。臨海学校これ肝試し大会。Everybody! ラク様とペア、ラク様とペア、ラク様とペア。お嬢にふさわしくないことを証明してくれる。おおっと、おおせー、あ、君咲千棘、恥をかかせてありますわ。大丈夫大丈夫、安心して。千棘ちゃん、お化けだろうが怪物だろうが俺が追い払ってやるから。お化け怖いよ。神よ、感謝します。私怖いかも。え？繋いでもいい？別にいいけど。入ってらっしゃい。やっぱ肝試しって怖いのかな。やっぱ怖いんじゃないかな。じゃあ手を。大変だ大変だ。
どうした？ちとぎちゃんが消えた。え？ゾンビに驚いていなくなった。怖くない。怖くない。俺探しに行ってくる。やっと見つけた。なんであんたが。自分でも分からねえよ。でもほっとけねえだろ。ほら、バカ燃やし。学校の寺と。一条楽、お前を社会的に抹殺する。極楽、極楽。はあ、あ、おい、いやごめん。うわ、なんであんたが女にいるんだよ。いや違う違う違う、俺は男に入ったんだよ。え、クロードの仕業ね。またあいつの仕業か。のんきに使ってる場じゃないでしょ。分かってるよ。出る出る出るよ。出てよ。こっち見んな。見てないよ。早く出て。言わなくて出る。私温泉楽しみにしてたんだ。そうなの。私も。あんたがここにいるのバレたら私まで変態扱いされるでしょうが。後ろ向いて。あれ？誰かいるの？私だけだよ！うわー、ちとげちゃんだ。ちとげちゃん。ちとげちゃんって、もしかして温泉初めて？嘘、嘘なのよ。ね、みんなでさ、スナック流しっこしない？気が早いですわ。15分ほどの入浴がデトックス効果になりますのよ。15分？恋も美容も忍耐ですわ。
皆さんご一緒に、せーの、解けねえだろ。さっきはありがとな。まあここまで来たら戦友みたいなもんだし。確かに毎日気が抜けねえもんな。でもこのニセ恋ってのも案外悪くないかも。はあ？なんてね。もしさ、うん？もしも私たちが本物の恋人だったらうまくいってたと思う？いいから答えなさいよ。うまく。うまくいくわけねえだろ。お前はガサツだし、すぐ暴力振るし、どうせ喧嘩ばっかだよ。そうだよね。うまくいくわけないよね。戻るね。なんだあいつ。あらかわいい。ひょっとしてそれは殿方からのプレゼントですわね。いつ誰にどこへどうやってロマンチックの独り占めは許しません。結婚の約束?12 年前旅行先で会った男の子とペンダントを分け合ったの。つけてればまた会えるんじゃねえかと思って。なんてロマンチックなのでしょう。今もその方のことを。好きだよ。でもその人が今幸せなら私はそれでいいの。
向こうは忘れちゃってるみたいだし。衣装なんだけど、こんなのどうかな。小咲ちゃんが、うん、ここはスパンコールつけるつもり。裾はもっと長くするね。ちとげちゃん背も高いし、こういうの絶対似合うと思って。うまくできるかわからないけど一生懸命作るからね。咲ちゃん、本当にありがとう。なんでだよ。ごめんな。おいしい。おい、ちとげいなくね。俺聞いてない？さっき帰ったぞ。え？私、ジュリエット役おります。嘘。どういうこと？だから私、ジュリエットの役を降りたいの。どうしたの？もともとロミズリなんか好きじゃなかったし、最初から私には無理だったのよ。何勝手なこと言ってんだよ。じゃあ誰がやるんだよ。それは小学生演劇コンテスト銀賞受賞の私が演じることの喜びを覚えたのは幼稚舎の学芸発表会でした。小咲ちゃんがいい。え、私なんかより小咲ちゃんの方がジュリエットに合ってると思う。お願い、小咲ちゃん。勝手だよ。見損なったわ。準備間に合う？いや、時間ねえでしょ。お前ふざけんなよ。自分が何言ってんのか分かってんのか。なんでいつもそうなんだよ。わがままばっか言いやがって。少しは人の気持ちも考えろよ。嫌なものは嫌なの。ああ、そうかよ。分かったよ。お前と一緒にいても全然楽しくなんかなかったし、仲良くもなってない。そりゃそうだよな。だって最初から全部偽物だったんだもんな。があるの。ん？どうした？
なたの声、眼差し、すべてが私をときめかせるの。この胸の高鳴りが恋だというの。小咲ちゃんにだけは本当のことを伝えておこうと思って。本当のこと？楽と私は恋人なんかじゃない、偽物の関係だったの。お互いの家の事情で親に無理やり恋人のふりをさせられてただけなの。小咲ちゃん、鍵のペンダント持ってるよね。うん、楽はね、今でもずっとその鍵のペンダントを持った子を探してるよ。じゃあ千棘ちゃんがジュリエットを降りたのは。私は運命の相手同士、本物の恋人になってほしい。本当大変だったんだから、恋人のふりするの。本当バカみたい。ジュリエット、頑張ってね。おう、ロミオ、ロミオ、私は愛するとお誓いください。なんて麗しい女性なの。月は形を変える。麗しい女性なの。移り気なもの。あの人の美しさに比べたら今までの恋を恋と呼んで良いのだろうか。私は誓います。今までの恋を恋と呼んで良いのだろうか。今までの。大丈夫？モノデラ、ごめん、モノデラ、大丈夫？ごめん、モノデラ。ちょっと、保健の先生呼んで。大行動で怪我ね。アナウンス、早く。無理だよ、小咲。諦めよ。ね。私のせいでみんなに迷惑を。小野寺のせいじゃないよ。このままじゃ中止になっちゃうよ。誰がジュリエットやんの。ちとげ。そうだ、ちとげちゃんならできる。頼むよ、やってくれよ。ちとげちゃん、そう、お願いしたいの。嫌よ、絶対に嫌。やってくれよ、頼むよ。入れたくない、入れたくない、頼むよ。しかねえよ、しかないんだよ。だから嫌って言ってるじゃない。どうする、中止かよ。しとげちゃん、大変長らくお待たせいたしました。3年 C 組による舞台「ロミオとジュリエット」が間もなく開演いたします。お席についてお待ちください。なお、上演中は周りのお客様のご迷惑にならないようシーズーカーにご感激くださいますよう重ねてお願い申し上げます。
everybody, here comes Boyer High School. 本邦初公開。Are you ready? Romeo and Juliet! モンタギュー家とキャピレット家、切り血を洗う権力争い。街で出会えば喧嘩ばかり、一寸先は無効地帯。だから見よとジュリエット。敵同士の家に生まれた二人、許されに恋に落ちてしまう。若い二人の純愛が、さらに刺激を生んでしまう。悲しい声の物語、1、2、3! Come よっ、坊ちゃん、坊ちゃん、ロミオ、私の仇はあなたの名前だけ。モンタギューって何ですの？名前なんて体のどの部分でもない。ああ、ロミオ、どうしてあなたはロミオなの？ジュリエット、どうして君はジュリエットなんだ？あなたはロミオ、なぜここへいらっしゃったの？もし誰かに見つかりでもしたら。ジュリエット、この恋のためなら僕は何でもやってのける。身内の誰にも邪魔なんてさせない。ああ、でもダメだ、二人の息が合ってない。モンタギューとキャピレット、なんで目合わせない。私たちの間には長い憎しみの歴史が横たわっているんだわ。僕にとっても仇は君の名前だけ。僕の瞳に映る君は星よりも美しく輝いているというのに。ロミオ、あなたこそ。でもいいから早く。あなたこそ、白くて細くてまるでもやしのよう。何言ってんだお前。何でもいいって言ったのあったでしょ。ジュリエット、君こそまるでゴリラのようだ。誰がゴリラよ。ロミオ様、いきなり変なアドリブぶっ込まないでもらえます？はあ、そもそも君が大事なところで閉じるからだろ、ジュリエット。はあ、先に切れたのはあんたでしょ。え、怖っ。切れてないんですけど、ゴリラ様。やってんだよ。大丈夫。いつもの二人に戻っただけ。この暴力ゴリラはきっとうまくいく。ロミオ様、デリーにゴリラだなんて失礼なお方。あなたこそ初対面の私にいきなり膝蹴りを。そんな昔の話。ロミオも小さな男だわね。危うくこっちは死にかけたんだ。ネチ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 うるさいよね。
ジュリエット、僕の瞳に映る君は星よりも美しく輝いている。ロミオ、あなたこそあの月より清らかだわ。私を愛するとお誓いください。僕は誓う。あの月にかけて。月は形を変える移り気なものなのね。このニセ恋ってのも案外悪くないかも。もしも私たちが本物の恋人だったら、うまくいってたと思う？だったら僕自身に誓います。僕はあなたを愛し続けます。早く開けて。悪い。憎み合い争い続けてきた、もっと言うとキャピュレットだが、二人の結婚が両家の対立をいさめるだろう。ロミオ、ジュリエットへの永遠の愛を誓えるか？誓います。永遠の愛を。俺はただの桐崎千棘が好きなんだよ。俺もお前も普通が特別で、特別が普通で、気持ち少しだけわかる。私もあなたに永遠の愛を誓います。愛は深まるも、構想のせいで引き離される二人。ジュリエットは一晩だけ仮死状態になる薬を飲み、ロミオが町から連れ去ってくれるのを待ち続けました。
ジュリエット。君はまだ美しく温かいのに、死んでしまったのだね。ああ、なんてかわいそうなジュリエット。君を一人にはしない。僕も今すぐ。君の元へ行く。何やって展開が違うじゃないか。ロミオ、あなたには本当の運命の相手がいるはず。ジュリエットのお芝居とかどうかな。あなたは生きて、その人と結ばれてください。結婚の約束をして、鍵のペンダントと分け合ったんだ。持ってればまた会えるんじゃねえかなって思って。私なんかより小崎ちゃんの方がジュリエットに合ってると思う。さよなら。人の気持ちも考えろよ。お前と一緒にいても全然楽しくなんかなかったし。だって最初から全部偽物だったんだもんな。それを屋上にして、
私ね、一条くんのことずっと好きだった。慣れたから毎日が楽しかった。俺、ちとげのことが好きみたいな。先生、ちとげ、ちとげ見ませんでした。ごめんな。文化祭が終わるまでは内緒にしてくれって言われてたんだが、桐崎は学校を辞めてニューヨークに戻ったんだ。先生ありがとう。おっちゃん、どうしました？言うたんだ、急げ。緊急車両として先導させますわ。お前、桐崎さんから楽様を奪い取るくらいいつでもできますもの。今はロマンチック優先で。すまねえ、立花。
おちょ、ちとげをもうジュリエットみたいに悲しませたくないんだ。頼む、ここを通してくれ。俺はあいつにどうしても言わなきゃいけないことがある。お願いします。感動したよ、一条楽。こんなところで何をしている？ちとげに言わなきゃならねえことがある。お嬢はもうお前の恋人でも何でもない。勘違いするな。勘違いなんかじゃない！やっと気づいたんだ、自分の気持ちに。貴様はまだ分かっていないのだ。B5 の一人娘と一緒になるということが、 B5 の宝を背負うということが、貴様にお嬢は守れない。俺は絶対に千棘を守ってみせる。秀英組とか B5 とかそんなの関係ない！偽物の言葉はもう聞き飽きた。どうせまた逃げ出すのだろう。さあ逃げろ！逃げたりなんかしない。しない。今度は逃げなかったな。
くん。ちとげ。何その顔。なんでもねえよ。衣装のまんまだし。笑いたきゃ笑えよ。何しに来たのよ。私はラクがずっと探してた女の子じゃないんだよ。わかってる。それでも俺はお前といるのが一番楽しいんだ。何言ってるのよ。私たちは偽物なんだよ。偽物なんかじゃない。俺は桐崎千棘を愛しています。あんたのことなんか、もちろん大嫌いよ。